セーブするワン？イエス。レイシンは一体何者なのって、なんで消えることに何の違和感を感じてない？やっと追いついたぞ。お前のおかげで散々な目に遭わされたんだ。覚悟しろよ。覚悟するのはどっちの方かな？なんかまた様子がおかしくない？レンコ！奴が来るぞ、下がってろ。ルナスイ。うおー！急にボス戦、かっこいい BGM。止まったリキッドフィールド。倒し方は？ボスバトルみたい。ツインレザー。どうやって戦うの？触れてももちろんダメでしょ？全然安全圏じゃないよ。なるほど。謎はすべて解けた。キャララの特性を生かす。で、今、生かすとしたら危ない！あ、もううざいな。いってー！ BGM クソかっこいい。オーケー。なるほど。あいつも光には弱いわけだな。残り3つも灯してやんよ。危ねえ、範囲超広い。危ねえ。つうか、このゲームの BGM、どれもいいよね。アサルトブレイカー超数増えてる。ダメージが振らご、くえ、ふえ、うわ、あぶね。増えるごとに、能力の範囲が広がってる。オッケー、あと一発。クール。コインを全部、あぶね。コインを全部、アイテムに、回復アイテムに変えてるのに、なぜか、一回も使っていかない、スタイリングサーベビア、いったか！くまんばれありがとう。ふぅ。何度か倒せたような。そうだね。あいつ、鍵持ってたみたい。先に進めるね。ああ。なぜかこの先、スタンプがあるはずだ。スペードの鍵を手に入れた。やったー。いや、白熱のボスボトル楽しかったな、今。あ、かわいい。ブルーセーブするワン。あれ、行き止まり？どういうことだ？チケットとかはどうすればよかったっていうんだ？ん？ちょっと待てよ。俺たちはこの街にやってきた。でもあそこに門なんてあったか？まさか、あのクマに話してスタンプもらえばここに来る必要はなかったってオチじゃないのか？どうした、レンコ？もしかしてまたさっきのやつか？え？レンコ？500万、かわいい。ん？ここは？ええー！暗い。なんか寂しくて不安な感じ。レンコー！ニューのミチルくんの声。ミチルくんどこなの？ここだー！みちるくん、レンコは無事だったんだな。うん、なんとかね。他のみんなはどこにいるの？レンコー！ その声はリコちゃん。リコちゃん。
レンコ、よかった、みんな無事で。ねえ、アキラ。アキラ？アキラどこなの？アキラ！アキラ！ああ、そこにいたか。なんか気を失ってる間に変なところに連れて行かれたみたいだな。俺がワンダーパークに行こうなんて言わなければこんなことにはならなかったのにな。本当にごめん。そのアキラのせいじゃないよ。私たちで決めたことじゃん。何よりみんなが無事だったことが一番嬉しいよ。何の音だろう。ん？なんか踏んだ？足の下には拳銃が落ちていた。なんで拳銃があるんだ？レンコ、何持ってるんだ？拳銃だよ、床に落ちたの拾ったんだ。拳銃？条件さんいらっしゃい。なんでそんなものがあるんだ？わからない。さっきまでなかったのに。ちょうどこの蔵の真ん中にあるなんて、なんかおかしくない？確かに不自然な気がする。やばいことにならないうちに元の場所に置いといた方がいいんじゃないか。うん、わかった。拳銃を置くな。この耳に置くな置くな。いや、何やの。この中に偽物がいる。偽物をその銃で撃て。偽物、この中に。おい、何があったんだ。偽物がいるってさっき見たアキラの偽物みたいに。それ、その偽物をこの拳銃で撃てって。なんだって。おい、まさかここにいる誰かがペルドでも言うのか。冗談じゃない。僕は偽物なんかじゃない。みんな本物だ。そうだ。どう考えてもおかしい。これは仲間を処分する罠だ。ねえ、レンコ、その拳銃に弾は何発入ってるの？4発。他に怪しいところある？他に怪しいところ。は、ボタンがあるよ。押してみた方がいいかな。ダメよ、レンコ。そんな安易な考えは絶対ダメ。でもなんかしてみないとみんなを助けることができないじゃん。それでもダメ。ヒー、しっかり考えて。そうだけど。では始める。待って、私にはそんなことできない。みんなを銃で撃つなんてできない。レンコ、僕は偽物じゃない。頼むから撃たないでくれ。私だって助かりたい。私は本物よ、信じて。俺だって誰も疑いたくない。偽物であろうと本物であろうと。だからレンコ、お前が決めてくれ。自分自身、本物かどうかさえ不安で仕方がないから。私は、偽物を選ぶがいい。ここでセービングダウン？サンプーか？出口のボタンで書いてあるボタンがある、押しますか？いいえ。どうすんの？でもさ、一番怖がりじゃないはずのさ、ちょっと待って、なんかやったらさ、こいつ、自分を助かりたいってすごい言ってたから、3分だけ待ってやる、支度しな、なんて、そんなこと言ってる場合じゃない。どうしよう。で、これ3分経ったら自殺するってことだよね。で、このスイッチを押したら、ここがブタンって開いたり、なんてやなんてや。意味ないんだ。ボタンじゃない。どうしよう。レンコ、しっかりして。
感、いや、これやばいね。一番最初に疑うのは性格や動作。話口調もいいかもしれないね。何か、僕は偽物だって疑ってる？うん、疑いたくはないけど、そうか。でも僕はに、お前は信じてくれ。なんかおかしいんだよね。一番怪しいよね。みちるくん？違う。私の知ってるみちるくんじゃない。だってみちるくんは僕なんて言わない。おかしい。二人のアキラを見極めるときもそうだけど、やっぱり偽物にコピーしきれない部分があるんだ。そうだよね。なんかおかしかったもんね。発言が。みちるくんで行こう。やべ、みちるくんがおかしいよ。すごい俺も違和感を覚えたもん、最初に。みちるくんに俺も違和感を覚えた。みちるとは長い付き合いだからわかる。あいつはおかしい。いや、俺が違和感あるのはみちるくんだけ。あれ？静かに銃を構える。なんで銃口をこっちに向けるんだ。僕は違うって言ってるだろう。 やめろ、やめてくれ。え、続くの？タイマーはぁ、あ、どういうことぞ。ピクリとも動くことはない。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。まずはゲーム実況、 YouTube 限定に撮ったゲーム実況動画を投稿しております。続いてビデオブログ、いろんなものを食べたり様々な商品のレビューを行っております。最後にニコ生アーカイブ、気になった雑談放送やニコ生でやったゲーム実況放送を動画にして投稿しております。その他にもいろんな人とコラボした動画や、私シャケドリクマグロとタケ、赤髪の友ペイントの4人でやっているスーパーフラットのゲーム実況、そして YouTube でやった公式番組の動画などもありますので、よかったら全部チェックしてみてね。たまらんなー。